ライブ。ああ、せっかくね、さっき動画撮ったんですけどね、マイク切ってた可能性が非常に高いですね。ごめんね、アンマさん。撮り直し。撮り直しする？いや、でも、もう、縄張り争いをクリアしました。やっていきます、今日もね。アンマさんとさっき合流して、縄張り争いを無事に私がクリアして、次どこに行く？ じゃあ次、アイアンクラッド。アイアンクラット。アイアンクラット。あ、アマさんが長だから、じゃあアイアンクラットにね。そこに行きます。ガーン。ファストトラベルできるけど。行きましょう。来た道を。あ、トラベルしちゃった。さっきの縄張り争いも、しっかり、アマさんが1位でした。ダサい。まず7キロ先にいるな。しょうがねえな。よいしょ。早かったな、さっきのやつ、なかなか。早かったですね。本当早かった。びっけくりど、するぐらい。最初はちょっと欲かいてね、ショートカットを意識しすぎて詰まってやられるみたい そうだね。ショートカット、ショートカット言ってたけど、結局私抜かれてたりしたもんね。なんかそう大し、事故とか起きたり。反応があるぞ。反応あるかい？私取った可能性もあるもんね。いてててててて。静か、あれ？アマさんがいねえ。今、反応があるんアマさんがいないぞ。どこいるんだ？取った？撮ってないです、まだ。取りました。取ってないですか？管内の全パトカーへ。危険運転車両を追ど跡こにいし、るんだろ容疑者を確保せよ。う。ああ、そこか。了解よ。お、ばばばばばいやー、やばいよ。警察来ちゃうよ。警察来ちゃうよ。ここら辺なんだけどな。この辺？あったあった。あ、これね、これね、私取った、取った。これはね、私取りました。どうも、ちょっとやったぜ。じゃあもう戻りましょうか。私のこのスーパー無限カーで無限のパワーを。スーパー無限カーってすごいな。危険運転車両の目撃情報。やべ、目撃されてる。了解。バレてるよ、我々。もうちょっとで指名手配されちゃう。ほぼほぼ目星はついてる状態ですね。これだね、トラックの間って言ってたトラックは。おさん、早いな。お、あったやん、あったやん。レベル上がってもあんまエアレディが遅いんですかね、もしかして。いや、違います、違います。乗ってるやつが下手なんです。マシンがいいマシン乗ってもね。やった、ジャンプスキルゲット。スキルゲット。金パーツゲット。ナーイス。5も上がるマシンの性能の差が、強さの差じゃないって、誰ぐらいも言ってましたよ。真っ赤な人も。やらない、やらない。やってるとね、変なとこに誘われる可能性が高い。危ない。
当に普通にこうやってなんか目的地にみんなで向かうだけでも多分ね楽しいよね。はい、これクルー4人入れるからね、4人でやったらだいぶ人道中だろうね。あのね、1人だけ上の道通ってて、あーみたいな。みんなで喧嘩しながらガンガンぶつかりながらお前どけよって言いながらね、せえよとか言いながらね、行ったりとかね。よーし、着きましたね。着きました、よーん。はーい、パーツゲット。強くなりながら目的地へ向かってまーす。はーい、目的地に着く頃にはね、私と同じぐらい強くなっててほしいものです。レベル81になってました。ナイスですね。さあ、アイアングラッド、はい、これどんなやつだったっけかな。ドキャン、おーい、よーし、やっていくぞ。アマさんと、アイアングラッド挑んでいきます。はい、目指すはゴールド。16000ポイント。16000ポイント欲しいな。ここはどういうコースなんだ。アイアンクラッドダッシュっていう地元じゃ有名なレイドコース。あ、レイドコース。レイド、レイド難しいよね。はい、出ましたよ。デトロイトの凄さを見せ、ん、アマさんが当たってきたぞ。なんだなんだで、あー、工事の人たちがこっちはダメ、こっちはダメって言ってんのに、あー、もう一回工事し直しかもしれないよ。あれ、レイドか。あれ、こっちで合ってる、合ってるよ。これやべえ、モンネットガタガタいってる。あぶない、木に当たる。あぶなー、あぶなーい、木に当たる。はい、ルイー、セスナ飛んでる。予想見してたよね。本当に携帯見てたら事故ったよね。あーねー、おー、ハンドル捉える。ん、これは道を間違ったか。これあれ、あの車の車載で見てるから。うん、すごいね。あれ、あの、ああいう小麦畑とか乗ったらもう前見えないですよ。でもこれまだトウモロコシ畑とかやばいもんね。これまだ車高があるからまだ見えるんですよ、うん、これね、私ね、はい、やばいよね。結構ギリギリ、これアフィニッシュ、やった。あ、本当に天さんに謝んなきゃいけない。私失敗しちゃった。運転がボロボロだねって。あら、ボロボロ。銅メダル、レイド苦手なんだよね。かといって得意なのないけど。またゴールド。ああ、すんげえ、最低点しかくれない。パーツ。いいね、16000。いいな。ちょっとずつ傷が治ってるんや、この画面でも。あ、ほんとだ。ほら、ピッカピカになってるよ。すごいね。よくやったな。これではっきりメッセージが伝わったはずだ。セントルイスはデトロイト510のもんだってな。それはわかりませんね。いてててて、あー、お尻コツンしたでしょ。いてててて。簡単に回転するんだからな。回転しちゃいますよ、それ。はい、次どこ行くかだね。どこまで進んだんですかね。私ですか。多分相当これからやる3つ4つはもう全部シカゴデビューも終わり、ナーバリアル友情の終わりも終わってますね。でシカゴにあるオーマーショーパーリベンジマッチなどなど全部終わってるかな。ん？それやる？それやる？これもなんかびっくりマーク光ってるんで。
おお。オッケー、行きましょうか。それはね、やってない。やっていこうかな。でも、うん。新しく買ったりしてないですか、まだ。いや、実はですね、私はあれです、レイドカーじゃない、なんだっけ、ニューヨークで手に入る例のあれを、はい、ダートカー手に入れました。この次にこれ終わったら、じゃあ買いに行きます。もしくは HQ で一回直したい感じの今、後ろ姿に私なってるんで、後ろのバンパー取れちゃってる。レベル10ないと入れないですよ、確か、あそこ。あら、ほんと。じゃあ、次でこう上げて、レベル10になっていきましょう。スキルとかね、ちょこちょこやって、多分1、2発やるとね、特にジャンプなんて簡単ですから、すぐレベル上がりますから。私おすすめのジャンプ台ありますよ。レベルアップに最適の練習コースが2つありますから。それニューヨークですから。ああ。ぜひね、おすすめのジャンプするだけで、ジャンプするだけでどんどんレベルが上がっていくというね。そしてサスペンションパーツが山のようにたまるという。あ、やべ。ちょいちょいよそ見するとね、こうなりますね。これ真ん中通っていくやつ、クソむずくないですか？うん、車と車の間？なんか棒と棒の。ああ。これ、めっちゃむずいですよね、これ。あれ、なんか何個かこう、1、2個はまだいいんですけど、3個、4個目ぐらいかな、狭くなりますよね。そうなんですよ。あれ、むずいですよね。入ったでしょ、入ったでしょみたいになりますね。これ、プレイシジョン。あ、入んな。当たってたら、入ったことに広い。本当に、棒に、サイドの棒にちょっとでも触れてるとダメなんですよね、たぶん。きついんだよな。もうダメ。ちょっとでもブレちゃうとダメなんですね。ETTTT。なんかね、なんかのパーツをつけてからね、あんまり変わってないんだけど、自分の使用感としては、こう、滑るようになったね。車体が。見た目にはあんま変わってないんだけどね。毎回同じなんだけど。ぶつかってキュルルルってなってるだけなんだけど。ほんとなんかね、なんかのパーツつけてからちょっとだけ気持ち操作感変わるっていう。復帰しにくくなりました、途中から。昨日ぐらいからか、そのジャンプをしだしたあたりからですね。スラローが来た。ダメ、ダメ。何する？とか早いな。あー、しこった。あ最悪だよ。スラロームどころじゃねえよ、もう。早っ。
早いよね、復帰。いた。目の前にいた。何のトロフィーも出てるけども終わったな。なんだよ。パトカーの目の前に、パトカーの目の前に。なんでこんな簡単に。よし、ブラックヒルズに行け。そこにあるマシンを試し乗りして意見を聞かせてくれ。川崎さんも言ってこの AQD になんか出るから前見えなくなるからね。そうなのよね。それでさ、スラローム中も、スラロームの旗で前見えないからこう、そう前見えないから事故っちゃうっていう。ちょっと待って、スラロームの旗の中から急に車現れるから、ね、私だけなんかね、ちょっとだけ進んでるから、別な指令が飛んできて、黄色い矢印がなくなっちゃった。今はもう出ましたけど、はい、びっくりした。どっち行くのか分かんなくなっちゃった。昼くらーい。また出た。スピードでが、スピード任せろ。よし、こうやっていこうかな。あ、やばい、ゴールが出てきた。でもちょっとゴール超えます。あ、ゴール超えちゃうよ。スピードスピードためてゴール超えます。やめよう、私やめようかな。やべ、ああ、シルバーか。シルバーですか。じゃあね、これ私がね、始めれば、多分ね、アマさんも始められるから。あ、レベル10が、レベルが10ないとダメだ、これ。え？カーボックスパーツ手に入れたけど、レベルが10ないとダメでした。あ、びっくりした。ミッションレベル10ないと始められないのかと。いやー、コース復帰機能を使うたび減点か。これゴールド取っても、パーツレベルマイナス5になるって。やめる？何しかも周り全部速い。お、かっこいい。何これ、かっこいい。あ、もう何、車、みんな同じ？そう、かっこよくないですか、これ。何これ、かっこいいんだけど。しかもすっげえ速い。あれ、あ、6位の人すごい転落してたけど大丈夫、あれ。大丈夫かな、山。あー、危ねー、あ、これ道路走らんかったらやばいことになる。これあれか、 F1 系かもしれない。道路走らんかった、草のとこ走ったらえぐいことになる。めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。嘘、マジで。あのさんだ。赤い彗星が通ります。私もね、一応赤い彗星なんだよね。フルフロンタルでございます。痛い。7位だ。あ、やべえ、最下位になっちゃった。何これ。あー、痛い。いやー、レースゲーム難しいね。全然ね、最下位2人、再開近辺二人っているっていうのはね、いかんよ。あ、くるくるってなってたね。すごいね、マリオカートみたいなくるくるっていう具合だったよ。最悪や。びっくりだね。バナナの皮があったみたい。間違った。え、ちょっと待って、20周すんの？いひゃー、あいや
20周、違う、チェックポイントは20個あるんだ。20周ではない。ガキのレースかと思って。いてグランツーリスモかと思ったし。はい、決断しまーす。決断しまーす。ああ、気づいた、最下位じゃない。ああ、あららららら。お見せできないくらいの、目も当てらんないね、こりゃ。よし、1位まで残り 240m。ガンバガンバ。どいて。あら、大バラ。いやー、みんな上手だな。ナイキュロファイヤー。ナイキュロファイヤー。オープンファイヤー。あらららららら。お、なんかね、みんな固まってくれてる。みーちゃんを。あれ、見て、あぶねって言って当たっちゃったよ。一気ダッシュ成功。直線だからもう余裕なのが。直線ですね。めっちゃ楽なんですけど。あはは、危ねえ、今。なんでクラッシュ画像にならないんだろう。 あんだけの勢いで当たって。何を踏んだんだ。あれ、大爆発起きたんですか。あれ、うっそ、何ふわんってなったんだけど。え、アマさんのおぼえちゃんがデス声になったぞ、一瞬。あいやー、すごい差がついちゃったなー。1キロぐらい差がついちゃってるよ。やべ、民家に突っ込んだ。がっかり動画だな、これ。民家に突っ込んで出遅れた。あっ、なんだろうね、曲がりませんでしたね。あれ、アマさんじゃない、あれ、 200m。 民家に突っ込んで、民家に突っ込んだ、出遅れた。高速復帰使うため減点よ。高速復帰使ってましたね。やばい、負ける。ナイキュロファイヤー。よーし、負けるよこれ。しっかりと負けますね、これ。これ負けちゃうね。1位取れないね。長いこと一緒にやってるけど聞いたことない声出たけど。この車タフっすよ。タフ、全然クラッシュしない。で、邪魔やって、この2位の車。あ、くそ。あれ、アマさんだ。2位の車じゃねえじゃん、吹っ飛んだろ。やべえ、ベベになった。ベベになった。やったー、なぜか1位。マジっすか。くそ、来たね。くそ、大クラッシュ。大クラッシュ。あんな狭いとこでぐる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 ってなってたね。あ、ベベフィニッシュ。最高。ずっと上位。何これで。ずっと上位キープしてたの。面白くない言うな。僕は面白かったけどな。すごいいいシーンが見れたし。最後の最後でもベベってないっしょ。何このゲーム、面白くないって。最後狭い道路に対向車とか、うん、車いっぱいあるからスラローム状態になって柱突っ込んで終わったみたいな。ドンガングル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 ってなってたの。いやー、いいもん見れた。あ、よかったよかった。じゃあね、ミッドウエスト、そうね、ミッドウエストのなんか友情の終わりかな。まあ、とりあえずちょっとここで一旦ね、動画切っちゃおうかな。面白かった。続く。